iPhone だけでリアルサイズの子供の AR が半分タイムマシンでその時に戻ったよなって、いやめちゃくちゃすごいよ、この時こんなに小さかったんだとか。そう、こんにちは、トバログです。いや今日はね久しぶりに 3DCG ネタなんですけども、今回はねちゃんとこの iPhone だけで自分の子供の立体写真を撮るっていう動画を撮っていきたいと思います。まあ、世の中のお父さんお母さん基本的に写真とか動画でね子供の成長記録残してると思うんですけど、 3D データで残しておくことでよりねその当時の記憶というか思い出が蘇るんですね。まあ、これは没入感というか半分タイムマシンでその時に戻ったような感覚になるので試してほしいです。というわけで今回は iPhone でどうやって子供の立体写真を撮るのっていうところと、あとまあねそれを撮った後どういう風に活用するのっていうところを紹介していこうと思います。まあ、VR ゴーグルをね持ってる人はもちろん、持ってない人でもね楽しめる内容となっていると思うので、ぜひ最後までチェックしていってください。それでは行ってみましょう。はい、というわけで早速やっていきたいと思います。はい、そもそもね iPhone でどうやって子どもの 3D データを取得するのっていうところなんですけど、これはね前からトバログでも動画で紹介しているんですが、スキャニバースっていうアプリケーションを使います。まあ、これはねナイアンティックっていう、まあ、ポケモン GO とか最近だとモンハンナウとかそういうねアプリを出している会社が展開する 3D スキャンのアプリです。この iPhone のカメラってプロだとライダーセンサーっていうものを搭載していて、まあ、これを使って子供の周りをこうぐるぐると、まあ、写真を撮るようにスキャンすると本当にね立体物としてものの5分ぐらいでね子供の立体データが作れるっていうものなんですね。はい、ちょっとねウェブサイトを見ながら話すんですけど、こんな感じで気軽にこういう銅像とか、あとまあ場所とか車とかね、まあ食事とかそういうものもね気軽にこう iPhone だけでスキャンできてしまうんですね。これすごいですよね。まあ余談なんですけど、トバログもねこの家に引っ越してくるときにこうやって部屋をねスキャンすることでほぼほぼリアルなねサイズ感でまあスキャンができるので、引っ越しの時の模様替えとか引っ越しする前のね配置を考えるっていう時にもものすごく重宝しました。まあちょっとね本編の内容から外れちゃうんで、もし需要があれば今度ねそういう動画も撮っていきたいと思います。まあ 3D スキャンソフトについては iPhone だけでもね無料で使えるものからプロユースの結構ね高価なものまでたくさんあるんですけど、まあ、スキャニバスおすすめの理由としてまず一つ目はやっぱりね無料で使えるっていうところです。まあ、結構ねこうスキャンするっていうデータを取るために、まあ、月額のサブスクリプションとかそういうの契約するの結構ねしんどいですよね。はい、それがね最大のおすすめポイントなんですけど、まあおすすめ点2つ目としては、まあ、iPhone ね 10S 以上だったらどんな機種でも使えるっていうところですね。まあ、前にトバログがスキャニバース紹介した時はライダーセンサーを使ったスキャンしかできなかったと思うんですよ。まあ、ライダーセンサーって iPhone Pro シリーズには搭載してるんですけど、まあ、無印 iPhone とかちょっとね前の世代だとどうしてもね使うことができなかったんですね。なんですけど今のねスキャニバースはこのねライダーセンサーを使わずに iPhone のカメラで、まあ、フォトグラメトリーって言ってこう写真をねつなぎ合わせる技術を使うことができるので、まあ、そういうね間口の広さ的な意味でもおすすめしたいところですっていう感じですね。まあ、ここまで見てくれて気になった人はねぜひこのタイミングでダウンロードしてみてください。はい、というわけでここからはね早速ちょっと使い方みたいなのを紹介していきます。はい、というわけで早速ねスキャニバースを使って子供をスキャンする方法を紹介していきます。まあ、アプリのね UI はこんな感じですね。多分ね最初にインストールしたらあのね会員登録とかそういうのが挟むと思うんですけど、実際にね使えるようになるのはめちゃくちゃ早いです。まあ、ちなみに僕の場合定期的にねスキャンをしていて、こんな感じでまあメルボルンで出会った面白い壁とか、あとまあね子供のスキャンとかもねこんな感じですでにしている状態ですね。この感じで子供撮れるのめっちゃよくないですか。でスキャンの方法はめちゃくちゃ簡単で、真ん中のね赤いプラスボタンを押します。それで、まあ、セレクトスキャンサイズっていうのが出てくるんで、まあ、人間なんでミディアムオブジェクトを選択して、でこれをするとねこんな感じですぐにね写真モードみたいなカメラの画面みたいになります。でこれでね真ん中のボタンを押してこうやってねカメラを動かすだけで、まあ、この今赤いラインがたくさん入ってると思うんですが、この赤いラインを消す形でね
こうやってグイグイと周りをこうスキャンしていくと、あっという間にね立体物になるっていう感じですね。でこんな感じで一瞬カメラを動かしただけで、いとも簡単にねこういう 3D データが作れるんですね。いやーこの辺も技術の進歩めっちゃ感じますよね。でこのねセレクトプロセッシングモードっていうのがあって、基本的にはまあレコメンデッドっていうやつを選べばいいかなと思います。子供をスキャンする時も基本的にはレコメンデッドっていうやつですね。で使われてる技術がディティールはねちょっと違うフォトグラメトリっていうやつ でエリアとスピードっていうやつがライダースキャンっていう、まあ、赤外線センサーを使った、まあ、スキャン方法っていう感じで若干ね異なります。この辺はまあ覚えなくてもいいかなと思うんですが、とりあえずディティールでやっていきましょう。でこんな感じで今ね 3D データをちゃんと綺麗に構築してくれています。これをするだけで本当に一瞬でねこういうデータができてしまうんですね。いやめちゃくちゃすごいよなこれ、まあ、こんな感じで簡単にできることは分かったんで、早速ね子供を撮影していこうと思います。はい、という感じでスキャンが完了しました。こんな感じで iPhone だけでね本当に綺麗なね 3D データが取得できますね。横にいるコキンちゃんもちゃんと綺麗にスキャンされていることがわかります。髪の毛もね結構いい感じに撮れてますね。はい、こんな風にね実際にねスキャンするのは簡単なんですけど、よりね綺麗にスキャンするためのコツがいくつかあります。まず一つ目としては絶対にね子供を動かさないっていうところですね。まあこの 3D スキャンの技術って写真のねあの長時間露光と同じで、まあちょっとでもね対象物が動いちゃうとその場でブレちゃうんですよね。なのでね子供が動き回ってる時はもちろん、寝てる時でもちょっと手が動いたり寝返りしちゃったらその場でねやり直しっていう感じなので、できるだけ、まあ、子供が寝てから20分経ってからとかですかね、より熟睡してる時にこうスキャンするのがおすすめです。まあ、とはいえね根気強くやるのがおすすめなので、1回目ちょっと動いて失敗しちゃったなって時でも、まあ、2回目とかね本当に5分ぐらいでできるので、まあ、何回もやり直すのがおすすめですね。でポイント2つ目としては、部屋をね真っ暗にしない、暗い状態で撮影しないっていうところですね。まあ、基本的に iPhone で写真を撮る時もそうなんですけど、暗い状況だとすごいねノイジーな感じになっちゃうじゃないですか。なんかべったりとしたね写真に仕上がりがちで、それはね、まあ、このカメラを使って撮影する 3D スキャンも全く同じなので、できるだけ真っ暗なカーテンをせずに明るい状態でこうさっとスキャンしてあげるのがいいですね。夜寝る前とかだと多分ね暗いので、昼寝の時間帯がおすすめです。でポイント3つ目としては、何回もね同じ場所を撮らないっていうところですね。顔がちゃんと綺麗に写ってほしいから何回もこうスキャンしたってな
になると、このねスキャンするたびに若干こうなんていうんですかね、特徴点というか検出するデータ部分が微妙にずれちゃって変な顔の形になるっていうことがあったりするので、基本的に撮影するときは何回も同じ場所を撮影するんじゃなくて、まあ、こう子供を撫でるかのようにこうねぐるっと一周しつつ、ちょっとねちゃんと撮りたい手の位置とかは、まあ、こうやってね回って、まあ、できるだけそう何回も同じ場所をスキャンしないように撮影するっていうのがおすすめです。まあ、この辺はね最初はちょっと難しいと思うんですけど、何回かやっていくとコツがつかめてくると思うので、まずはまあ子供じゃなくてこの辺をねこうやってスキャンしてみるのも良さそうです。でポイント4つ目としては、焦らずゆっくり撮影するっていうところですね。まあ、iPhone とかカメラそうなんですけど、シャッてねこう忙しくこう動かすとその分ねブレちゃうんですよね。ブレたところがそれデータになるとすごいね見づらいものになってしまうので、 iPhone を素早くこう動かさずにできるだけね形をこう保ったままゆっくりこうスキャンしてあげるのがおすすめですね。そうすれば割と綺麗に撮れるかなと思います。まあ、この辺プロはどういう風に撮影してるかちょっと分かんないんですけど、まあ、個人的にね実際に使ってみてここは大事だなと思ったポイントを紹介してみました。じゃあここからはね実際にスキャンしたデータをどういう風に活用するのってところを紹介していこうと思います。はい、スキャンした活用法のデータなんですけど、まず一つ目としてはこのねスキャニバースのアプリ上でそのまま AR として楽しむっていうやつですね。まあ、ここにちょっと見てもらうとわかるんですが AR ビューっていうのがあるんですよ。これを押すとね、ここで今ちょっとマッピングをしつつなんですが、どんどんこんな感じでリアルサイズの子供の AR がね出せるんですよね。で実際にこうやって見てみても本当にね目の前にいるかのような感じで、あーなんか懐かしいなみたいなサイズ感で楽しめるので、これでもね十分楽しい感じです。でこれも尺度が変えられるので、例えばねリアルサイズじゃなくてこのちょっと小さめの感じでよいしょこの辺とかに置いておくと、こんな風にあたかもね AR なんですけどミニチュアフィギュアがここにあって子供がこう寝てるよみたいな感じでもできますね。まあこういうやり方はあんまりしないんですけど、例えばね遠方にいる、まあ、おじいちゃんおばあちゃんにデータとして送るときに写真じゃなくて、まあ、こうやってねスキャンしたデータを送ってあげると、実際ね例えばすごい遠くにいたとしてもこういう風にリアルサイズで、あー今こんな感じで成長してるんだとか言って楽しむこともできるので、そのね使い方もちょっと面白いですね。でやっぱりねリアルサイズで保存されていくので、例えばね生後6ヶ月の時から1歳、まあ1歳半2歳みたいな感じでどんどんね成長してる姿がわかるんですよね。まあ、そういうのをこうやって楽しみながら、あこの時こんなに小さかったんだとか、そういうね思い出に浸ることもできます。はい、まあ、こんな感じでスキャニバースのね AR で楽しむのもいいんですけど、実はね VR で楽しむと、まあ、その場に本当にいるような感覚で思い出ごと蘇るっていうのがあるので、これはちょっとおすすめしたいです。でどういう風にねやるのかっていうと、活用法2つ目的な感じなんですけど、このねシェアっていうボタンを押すとポストトゥスケッチファブっていうのにアップできるんですね。まあ、スケッチファブっていうのは 3DCG のインスタグラムとか YouTube みたいな感じで、自分が作ったね 3DCG のコンテンツを、まあ、ここのオンライン上にアップするっていうものなんですけど、このスケッチファブすごいのが、ここにねアップロードさえすれば、このね上の方にちょっと VR っぽいマークが出てると思うんですけど、これでね VR で楽しむことができるんですよ。でもここにねこうやってアップすると、まあ誰でもね見られるようになってしまうっていうのはちょっと難点なんですが、まあ、例えばね VR ゴーグルを持っていたらブラウザとかスケッチファブのねアプリからこうね直接スケッチファブに入って、そこでねこのモデルを見ると、あたかもね目の前に子供がいるかのような感覚で楽しめるんですね。まあ、このやり方までやるにはね VR ヘッドセットとかが必要なんで、ちょっと難易度は高いかもしれないんですけど、まあ、将来的にねもしみんなが VR ゴーグルとか、まあ、AR グラスとかでもいいと思うんですけど、そういうものを使うようになったら、あの時の子供のデータ見てみようとかなると思うので、まあ、そういうね未来の方向性を考えても今のうちにねスキャニバースでこうスキャンしておくと、まあ、子供の成長見られて楽しいんじゃないかなと思います。
で、まあ、活用法3つ目としてはちょっとニッチというか若干ね専門性が上がるんですけど、ブレンダーとかに持っていって 3DCG のデータとして活用するっていうところですね、まあ、子どものデータをどう活用するんだっていう感じなんですけど、例えばね、まあ、このいろいろ写ってるじゃないですか、コキンちゃんとかクマのぬいぐるみとかいろいろ写ってるものをブレンダー上で綺麗に子どもだけをカットして、でそれをねベッドなりベビーベッド的なやつをこうモデリングしたものに寝かせて、まあ、VR チャットとかクラスターとかいくつかねメタバース系のサービスってあると思うんですけど、例えば VR チャットに置いておいて、で、まあ、限定公開にしておけばそのリンクを知ってる家族だけがね VR の中に集まって、まあ、こんなに大きくなったんだねみたいなのを、まあ、遠方にいるおじいちゃんおばあちゃんと楽しむっていうねこともできると思うので、まあ、そういう使い方、このスキャニバースでスキャンしておけばねいつでも、まあ、そういうのを思い立った時に作れると思うのでぜひ試してみてください。まあ、こんな感じですね。まあ、結構自分がねこの子供をスキャンするときにつまずいたところとか、あとどういう風に活用するんだろうみたいなところはこの動画で結構話せたんじゃないかなと思います。まあ、スキャニバース使うのはね本当に無料だし、まあ、試すだけね実際にやってみてもいいと思うので、まあ、気になった人はぜひダウンロードして使ってみてください。それでねトバログ、まあ、この動画の前にもね自分の部屋をこうブレンダーでモデリングして VR 上に持っていくみたいなのもやってたりするので、ぜひね過去の動画もチェックしてみてください。それで気に入っていただけたらチャンネル登録お願いします。はい、というわけで今回の動画終わりにしようと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。トバログでした。